はい、じゃあコーナー行っちゃいますか。はい、行きましょう。階段はっはっはるっせー。何やんだよ、ダメだよ。はい、クイズスピリッツのコーナーでございます。ちゃんと言ってください。これ毎週月曜日ね、はい、発売されてますスピリッツの中からクイズ出たりですね、うん、また過去の作品、はい、あとはですねスピリッツのこのもう出している小学館にまで広げてですね、うん、クイズを作って送ってもらって日村さんに当ててもらうと、うん、はい、はいね、そしてクイズに正解すると豪華商品ゲットとなるかってことで、はい、今日いっぱい用意してますよ。最近30ぐらいまでしかないんだけどボックスが100、え、100あんのね、100あんのね、100よ、大丈夫ですね、はい、わかりました、ありがとうございます、お願いします。じゃあ行きたいと思います、はい、ですね、どれ行きましょうかね、うん、こっちら行きましょう、はい、あ、これ難しいからこっちから行こう、うん、ラジオネームがですね、うん、身から出たサービス、うん、はい、今週のアイアムヒーロー、うん、では主人公の秀夫と行動を共にしてきた女子高生ひろみの身にとんでもないことが起こりました、うん、さてそれは何でしょう。ごら三択です。ああ三択 OK、はい、1、はい、頭にボウガンの矢が刺さった、うん、すげえな。2、はい、整形手術で顔を上沼恵美子そっくりにされた、うん、3、はい、スッポンに乳首を噛まれたさあ、はあ、どれかということですね。うわ、アイアムヒーローもね面白いですけどね、はい、動きがねかなりでかい動きがあったんですよ、うん、ああなるほど、うん、三択とはいえもちょっとこれどう絞っていいかが難しいですね。そうですか。そんなことないの。ああ、まあ答え知ってるから簡単だと思うんですかね。ああそうか、はい、この物語アイアムヒーロー自体は前も説明しましたよね、うん、もう一回するとどんなんでしたっけ、ごめんなさい。要はもうね世の中がゾンビだらけになっちゃうやつですよ。そうか、うん、そうか、そうか、そうだよね、はい、ってことは整形して上沼さんっていまいちよくわかんないよね。まあね、とんでもないことっつったってさ、うん、それはあんまだし、スッポンかボウガンか、これあれなんですよ、この秀夫っていうの、うん、今ね、はい、まあどんどん謎のね何なのかわかんないけどゾンビがいっぱいなっちゃう、うん、みんななっちゃってるんですけど、うんうんうん、要はあのショッピングモールみたいなねところの屋上に、うんうん、まだそのゾンビになってない人たちがね、うん、こういるんですけど、うん、そこにこう加わったんですよ、うんうんうん、で秀夫っていうのはライフルの免許持ってるから、うん、ライフル銃を持ってるからすごく戦力になるんですね、うん、でこの一緒に行動を共にしてるヒロミっていうのが、うん、感染してるんですよね。感染という言い方かゾンビに、ゾンビになりかかってる、でもなりかかっててちょっとね不思議な症状というかね、うん、完全にはなってないんだけどっていうことなんですよね、うん、あ、もうこれヒントですね。さあ日村さん、はい、三択答える前に、はい、そうだ、ボックスだ、そうです、ボックス選んでいただきたいと思います、はい、うん、そうですね、じゃあどうしようかな、55番、お、55ということですね、はい、55番いきたいと思います、はい、55番はちょっと遠いです、こちらですね、はい、なんだこれ、カチューシャガール、エブリデイカチューシャです。カチューシャガールってことは日村さんおめでとうございます。何これ、女の子とのデート券です。カチューシャをつけた可愛い女の子とカチューシャをつけた可愛い子とデートできる券があるの、はい、え、そんなもの入ってんのこれ、デート券ってこと、デート券、マジで、マジです、すげえな、おい、マジでそんなチケットあんの、はい、嬉しい、はい、頑張ります、私、当ててください、わかりました、うん、そうですね、女子高生にとんでもないことが起こってしまったと、一応日村さん情報としましては、はい、こっちのクイズのヒントとカチューシャガールの、うん、どっちの情報が欲しいですか。いや、とりあえずクイズの情報をいただいた方が、あ、そうですか、カチューシャガールの方にも進めれる気がするんでね、うん、まあ、クイズの方はね三択なんでね、うん、はい、まあこの物語の今さっき言ったのよーく冷静に考えればおのずと答えは出ると思います。なるほど、はい、まあ、もうちょっともうゾンビになりかかってる、感染っていうかどうかわかんないけども、うん、なりかかっちゃってるわけだから、うん、やっぱり秀夫としては倒そうとするのかな、ん、うん、どういうことだ、秀夫
と行動を共にしてた女子高生のヒロミの身にとんでもないことが起こりました。さてそのそれは次の3択のうちどれでしょうですよ、うん、別に秀夫がそのやったかどうかは分かりませんよ、うん、すっぽんにやられてる可能性もありますし、うん、そうだよね、うんうん、要は2番だったらね秀夫がやったか分かんないですから、うん、1番だったら誰かがやってるかは全く分かんないですね、うん、はい、カチューシャガールの情報も言えますよ。カチューシャガールの情報って何なんですか。これ、うん、このガールはですね、うん、もういわゆるですね、うん、事務所に所属してるクラスという。ああ、やっぱタレントさんってことですか。もう、まあ卵というかね。卵だよね。でも可愛いっていう、要するにブスのカチューシャじゃないってことね。まあ言い方あれだけど。そうですね、うん、うん、ね、そういうことのデート券らしいです、その情報として。すごいねこれ、はい、正解したらですよ、うん、うん、すごいですよこれは。リアルにいいと思います。ぜひ撮っていただきたい。まあよし、当てたい。でやっぱこの漫画、これ逆漫画じゃないしね。そうですね、まあまあ、ね、なんかある意味ギャグみたいなところもあるんですけど、うん、まあ基本はシリアスですし、うん、ね、このもう発想、漫画大賞を取ってますよね、うん、1年2年前くらいですか、去年ぐらいだっけ。あ、うん、あのだから要はストーリーがこう、うん、どうなのっていう、そういった漫画ですよね、うんうんうん、整形はないと思うんだよな俺、うん、整形は、うんうんうん、もうすっぽんか頭にボウガンだと思うよ。うん、でもこの「アイアムヒーロー」を読んでるからこその上沼恵美子さんそっくりにっていう、なんかね絵のタッチはなんとなくイメージは分かるんですよ、この言ってる。まあまあ本当？いやでもいいでしょう、うん、その考えいいでしょう。いいですよね、はい、ボウガンかスッポンなんだよな、はいはい、うん、頭にボウガン座ったらとんでもないことだよね。とんでもないですね。スッポンに乳首を座れる、うん、これなんでこんなことが急に起こるのかな。スッポンに乳首が座れるなんてことが突然起こる。だって、うん、起こりうるのってボウガンでしょやっぱり。ほうほう、うん、うん、ボウガンかスッポンなんだよこれ。ほらどっち、どっちでしょう。ボウガンにしようかな。どうします、スッポンにしようかな。お、どっちにします。ボウガンに行こうかな。んスッポン、うん、スッポン、うん、ボウガン、うん、よっしゃ、なんかボウガンっぽい気がしてきたな。ずるいよ日村さん、そんな言い方。なんかじゃあ違う、これやっぱ逆漫画じゃないと思うのよ、うん、すっぽんに乳首触れるとか意味わかんないし、うん、いやいや、いきます。はい、1番、頭にボウガンの矢が刺さる、うん、どうでしょう。正解、やった。反応見ちゃってる感じずるいよ。いやごめんなさい、俺も出さないように今回したのに。すいません、ありがとうございます。マジでこれカチューシャガール、ああ私がデートしていいわけですね。カチューシャガール、こちら。いやー、どんなカチューシャガール、カチューシャガール、おもち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 ち、おもちおもちおもち、おいもちくんなよ、カチューシャガール、もちくんなよ、おもちもち、いや、カチューシャいけ、やべ、カチューシャいけ、カチューシャいけ、やべ、持ちが長い、カチューシャいけ、カチューシャ、カチューシャ、しまった、マッシュ、しまった、持ちじゃねえかよ。お持ちでしたね。何でお持ちなんだよ。カチューシャがあるとデートって言ったのか。いやいや、これよくだ聞いてなかった、そうかと思ったんですけど、どっち転がるかもうほんと紙一重でお持ちに転がっちゃいましたね。何なのだから。お餅です。なんだお餅って。お餅知らないんですか。知ってるよお餅は。怒られても。なんなんですかもう。ラーメンとの卵とか言ったじゃないか。いや、カチューシャガールに転がればそれはそうですよ。なんだろ転がるって。いや、どっちか、今どっちか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 だったんで。もう嫌なんだ、あのお餅の時間が長くなった時とかも。お餅の時間が長くなった時嫌なんだって言われても選んでんだから。どういうことで、そのなんかゴロゴロ変わるみたいな。誰に次開けたらどうそのね、カチューシャガールの方になったりするわけ。これはそんなことがありえんの。いや、55番はもうこれですよ。54番とかだったら例えば変わってるわけ。何その言い方、もう一回開けさせろって言ってる。いや、そうですね。いや、だからそれも毎回やってたらダメで、そんな、じゃあ欲しいものが出るまでずっとそうやらせろみたいなことじゃん。だって俺何年も言ってるけど、カチューシャガールだったじゃんか最初は。でそこに一回じゃあいいよ、54番だったら開いていいよ。いい、確かに
この辺に多分カチューシャガールは結構バーッとばらばかれてると思う。今回100ボックスあるからでしょ。54番だけね。じゃあうんね、うん、だったらいいよ。54番そのカチューシャガールになびくこともあるのかが聞きたいの俺は。あるっていうかもうなびくも何もそれ ものそれズバリしか入ってないところもある。これは断言する。お餅とか行かないね。お餅とか行かないところもある。もう行かないで。お餅には、うん、お餅いいから、うん、お願いします54番。お願いします。はい54番ね。もう絶対これよ。はい、はい、おならってなんだよ。おならだって54番。なんだよ。お餅も何も出てこねえのかよ今回は。おならってなんだよ。もうスカですよ。だって自分で買えたんじゃん。お餅もらえたのに。せっかくもうマイクにいかないな。このクイズはいつもいつも毎回毎回もう一問あるけどどうする。行きたいね。え行きたい。行く行く。よし、じゃあ次の問題、うん、デルソルからいただきました、今週の牛春より問題です、うん、このね牛春ね俺もちょっとね好きなんですけどね、はい、ここのとこ牛春とあのほらこの S を見ようだっけ、うん、ちょっとここエロいよね。ここ何週かね、うん、うん、あの牛春っていうのは知ってるかな。この漫画、うん、あのね飼ってる牛がねなんかね女の人の姿になっちゃうっていう、うんうんうん、牛の感じなんだけど女の人みたいになっちゃう、うん、ちょっとねエロいんだけど、うん、そのね、うん、そのあのあるまあじゃあ問題いきますね、はい、ある日主人公の清春は友達の彼女の高校生、うん、友達の彼女の高校生緑、うん、緑ちゃんね、うん、緑ちゃんが援助交際をしてる場面を目撃してしまいました。あら、そんな緑が突然清春の家を訪れました、うん、清春の両親は初対面の緑のことをえらく気に入り、うん、焦る清春の気持ちも知らずに緑を食卓に招き入れます。夕食一緒に食べるんですよ、うんうん、ここで問題です。清春と、清春の両親と一緒にテーブルで夕食を食べていた緑は会話をしながらある行動を起こします。その行動とは一体どんなことでしょうか。答えてもらう前にボックス選んでいただきます。ああそうだったね、はい、54回りで行きたいね。あごめん55番回りで行きたいね。まあさっきヒント出しちゃいました。ばらまかれてるって言ってるからね、はい、56番。56番。はい56番。どんな駐車があるか。駐車がある、ね、あなんか早かったけど閉まった。なんか早いんだけど閉まるのが。いやいやそんなことないですよ。お餅が来そうだね次のあたりで。もう次のあたりでお餅お餅が来そうだから。56番でしょ。56番。ちゃんと来たってこの子もうちょっと来たってよ。まだよ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 。俺行かないね。もういいもういい。もう一回行かせて。行かないね。行かないでしょ。56番これやばいよ。絶対これで56番、うん、カチューシャガールとのデート券かもしれないからねこれ。そうですですね、はい、そうですね。そうです。よしよしこれ当てたい、うん、当ててください。緑が何やったかねこれね、うん、まあこの緑っていうこれちょっとね年上だよね緑はね。あれ完全にね制服で、あのねこの前にねなんかねそれを目撃したことによって緑がこの清春のことなんか知んないけどねすごくこう魔性の女。あこれはヒントだな。なんかね、うん、すごいのよ、うんうん、で清春自体はもう超チェリーボーイみたいな感じだからドキドキしちゃって避けてんだけど家にまで来ちゃうんですよ。で両親がいい子だなんてこんなね素敵なお姉さんいいねなんつって一緒にご飯食べてけばなんつって、うん、飯食うんですけどそこでねとんでもないことが起こるんですよ。うわでもあのね牛春ずっと読んでたけどそんなんなるみたいな急になっちゃうんですよこの感じ。そう、うん、それだって絶対さやっぱ緑が清春を狙うんじゃないの、うん、やっぱこう飯食いながら、うん、要はいい子ね緑ちゃんはってお父さんとかが言われてそんなことないですって言いながらテーブルの下では。おおすげえなさすがさすがですね。ひまさん知ってるやないよねこれ。知らないですね、うん、テーブルの下では足がありますからやっぱり、うん、みどりちゃんの足が、うん、清春の、うん、例えばどっか、まあ、股間あたりをねトン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 ってこうトン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 ってこうアタックかけてるとか。さすが日村さん変態だからわかんだねこの感じ。いや変態っていうかいや例えばよでも、うん、結構近いこれ今いやもうそれでもいいぐらいかな。だからまあまあだから要するに
食事しながら下で清春をにこうちょっかい出してると、うん、エッチだしかも、うん、誘惑してると、うん、そしてそしてその夜いやそしてそしてその場でその場その場うんそして、うん、自分でやっちゃうは自分で自分自分うんあ相手を相手清春清春、うん、清春の、うん、あそこを出してえ出してもう足でシコ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 足で手で手で横にいんのか清春は、はい、あーオッケーあ俺清春迎えに行ったと思った遠い目にいるのかと思ったから横にいるんですけど横にいんの清春はすげえなノーヒントで正解じゃないですかほぼあったこの緑っていうねこの女魔性の女ですごいあのグリグリ足でねやってきて、うん、そしてささっつって出しちゃってねカカカカカつってねドーンみたいな感じになっちゃったすごいエロい牛春ここまでストレートにこれ表現すんのみたいな感じ今ちょっとねあのそのページ見ましたけど、うん、もう2ページにわたってでかいでかい絵なんですね、うん、あー緑ちゃんおかわりはとかあ、バナナ食べるべとかこう言ってるんですね、うん、お父さんが、はい、そのこの下ではすごいグリグリグリって書いてありますね、うん、これねこれはいいねあこれカチューシャがあると俺はこれをやりたいなカチューシャがあるとは無理ですそんなの商品に入ってでもデート券だからそれデート券ですねデート券ですからねこれもうある種ねもうプロですよ事務所に所属という形でねもう保証済みですからすごいタレント卵いやすごいですよ一番いいよ聞かれてない、うん、おめでとうございますありがとうございます50?56 です56番ですね56番です発注者さんいいなはいあっえ何こうやってするかこれたこ焼きしてんのかまずなたこ焼きって言ってんのか来んな来んなおいおい長いぞたこ焼きの時間が戻れよカチューシャがあるに決まんなよまだ I never wanna stop それすべたこ焼きは何よおいだってこれなんだよこれたこ焼きたこ焼きってなんだよいやたこ焼きだよたこ焼きってなんだよこれカチューシャガールじゃなかったカチューシャガールとテーブルの下にグリグリやんだよやれないたこ焼きだからなんでたこ焼きなんだよだって最後たこ焼きになってたんだよこれなんでたこ焼きになっいやわかんないよそんなこと言われても何の歌だよ今のわかんないよなんで変わるんだよ毎回毎回毎回わかんないよ俺も何回わかんないって分かってんだろ俺はボックス開けてるだけだから調べとけよさ今度から調べるだ大体そういうのカチューシャガールとデートする件が入ってますよとかは聞くけど知らないよなんでこれいけばいけたこ焼きとかお餅とか知らないよ他開けろ他のボックス開けろ強引だよカチューシャガールとか開けろよ強引だよなんで強引って何また違うの開けろってうんたこ焼きゲットしてんのにたこ焼きゲットもしたけどゲットさせろゲットさせろもっとおーなんだよじゃあいいよ何番60番この辺攻めんね、うん、これがさっき言ったの信じてんだカチューシャガールこの辺にばらまいてるって言ったの信じてるよそりゃ、うん、60番どうなのよ60番これ沖縄沖縄旅行沖縄なの本当にこれ沖縄って聞くね。これは沖縄です。おめでとう。沖縄旅行プレゼントでいいですね。これ終わんないもんね。変わんないよ。お、いつか終わんないよ。終わったぞ。たこ焼きって言ってないか。たこ焼き。この方が。この方には失礼だけど俺。たこ焼き。たこ焼きだよだから。たこ焼き。なんなんたこ焼きじゃもう納得しないのだなんでたこ焼きに変わるんだよたこ焼きプレゼントって普通にいいじゃんいいけどさだからだって沖縄をじゃ挟むんだよいやいや挟んでるとかじゃないよボックス開けたらそれなんだよ嫌だよこのくだりもう俺やるのなんでこう開けるのに毎回さそんなこと言われなきゃいけないボックス開けたらたこ焼きでいいんだよいいんだよ別にしまう歌とか流さなくたってラストね何
がラストなの？開けていいよ。開けていいの？これでもう何が出てもそれにして。で、何番開けたらいいの？逆に何番開けたらいいのよ、設楽さん。なんかないの？もういや俺知らないよ。それ知ってたらおかしいじゃん。もう分かんないもん俺。切り番がいいんじゃないですか。本当に切り番にいいの入ってるって聞いてますよ。100番は100番でいいですか。切り番ったらもう100番が一番、やっぱ今回だって100個でしょ、ボックス。はい、やめよう100番は90番。じゃあちなみに100番何だったかちょっと聞いてみましょうか、うん、ね、うん、100番だったら、100番あげないですよ、うん、100番だった場合は、うん、こちら発注者があるでしょ。早いで閉まんのが。ただこれはあげません。閉まんの早いしね。90番、うん、90番に変えちゃったよ俺。切り番はいいって聞いてますから本当に、はい、じゃあ90番お願い。はい、それちょうだい。沖縄旅行の本当にやったじゃん。もう変わんないじゃん。沖縄もちもちもちちっち、もち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 ち、ここに来てもちかよ。いや知らないよ、忘れてた。もちの存在俺、はい、もちでなんでもちなんだよ。知らないよ、なんでもちなんだよ。クイズスピリッツでした。黙って待ってくれよ。おい、ダメ、それダメ、最悪だよ俺これ。バナナムーンゴールド、バナナムーンゴールド、金曜ジャンク、バナナムーンゴールド。はい、TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド、はい、今日みんなに送ってもらいたい番組当初のメッセージテーマが、自分もいけると思ったんです。はい、ということでメール紹介しましょう、はい、こちら行きましょう、ラジオネーム生姜焼き定食ライスはコシヒカリで、あうまそうだね設楽さん、日村さん、大倉さん、こんばんは。こんばんは。僕がいけてると思っていたことは、大学生時代、うん、ビールの栓抜きを鍵と一緒に、うん、デニムのベルト通しにぶら下げていたことです。今思うと恥ずかしいです。ちょっとわかる、ちょっとわかる。これあるよね。全然わかる。今もいるでしょ。確かにこう、俺も高校生の時とかに出てたよね、うん、鍵をつけるのが流行ってて、うん、でも俺高校生の時にさ、よくよく思えば鍵なんか一個も持ってないの自分の。うん、なのになんか鍵だけいろんな変な鍵をつけてジャラジャラさせて。ああ、なるほどな。あそこにいろいろつけてる人いたよね。あ、いたいた、うん、全然ちっちゃいドライバーとかね。ちっちゃいドライバーとかつけてた、つけてた。そう、栓、うん、抜きとか、栓、ね、抜きとかいたいた。でビーって伸びるやつの先につけたり。そう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 、うん、ね、いた。栓抜きなんかつけてたって、うん、ほんね、いた。あとでもやっぱかっこいい子はドラムやってた子はドラムをこうやって、なんつうの、こう締めるんだ。締める専用のさ、つけて。なるほどね。ああ、なるほどね。ね、じゃあ、こちら行きましょう。ラジオネーム、しまいにはポコチン。なん、どういうこと？ポコチンついてる人たち、そして日村さん、こんばんは。僕の先輩は、一時期、デロンデロンのタンクトップを着て、うん、そこから乳首を覗かせるというのがかっこいいと思っていました、うん、乳首が隠れてしまうとさりげなくタンクトップをずらしていました、うん、よくわかんないけど目のやり場に困った自分に腹立ちました、うん、あ、まあなんかこだわりがあってやるとか ね、 こういう感じね、うん、かっこいいと思ってるけど周りから見ると違うとかあるよね、うんうん、これもそんなのあんな、ね、ラジオネーム手触り重視、うん、天才設楽さん、お餅、里芋、こんばんは。里芋みたい。里芋なっちゃった。そうだ、髪切ったし里芋みたいだな、僕らな。で僕は昔、静かなるドンの中山秀さんね、やってたドラマに憧れて、うん、真っ白いコートを買ったら友達に医者かよって言われました。すげえな、白いロングのコートだよねあれ。あ、秀さんやってた、静かにやってた。うわ、白いコートすごいね、着れないよ ね、 いいね、なかなか、ね、あれはちょっとだね。なるほどね、うん、じゃラジオネーム夏フェス行かない男、うん、しだらさん、114万円の男、うん、大倉さん、こんばんは、うん、僕が自分も行けると思ったのは、中学の時雨が降っているとわざと濡れて遅刻をして行ってました、うん、濡れて遅れて入っていくとかっこいいイメージがありましたが、今考えるとだらしねえやつですよね。ああ恥ずかしい、うん、なんでだろうね。濡れるってのがやっぱなんかあるのかな。びしょびしょになるみたいな、うんうんうん、あ、その感じあったかな、うん、
濡れてちょっと遅れてくっていう。あ何それ全然だね。今思ってもピンとこないし、その頃でも俺はピンとこないこちら、島根の長方形、うんうん、天才設楽さん、大デブ小デブこんばんは僕のいけると思ったことですが、かっこいいと思ってオープンカー、あ島根の長方形オープンカー、知ってるよ俺らは島根の長方形は、うん、オープンカーを買ったのですが、うん、春は杉花粉、うん、夏は暑い、うん、秋は稲花粉、冬は寒い、うん、で1年として全く屋根をオープンすることがありません、うん、今も乗ってるんですが全く意味がないオープンカーになってしまっています、うん、これオープンカーって確かにあれちょっとほら、うん、小沢がね、うん、あ真っ赤なねツーシーターのオープンカーみたいなのを結構前に買ったの。そうこれで学園祭行くって言った時に日村さんその横に乗って、うん、かっこいいっつって、そうで2人で行った。小沢と日村さんがツーシーターのスポーツカーのオープンカーで学園祭に乗り込んでみんなに超笑われてた。超笑われたの覚えてる。ブサイク2人が超かっこ悪いんだもんなんかお祭りの出汁みたいになってたもんね。そう2人顔面がこう、 うーんオープンカーはなかなかですよだよね、まあ、かっこいいけどね。こちらはラジオネームは、T 字ひげ、うん、前に遠距離恋愛をしているが、冷めかけている彼氏がいる気になる女の子と、うん、たまたま冬の夜友達の部屋で二人きりになるという素敵なシチュエーションがあり、うん、手が冷たいんだよと甘えられたのでふざけ半分で手を握って遊んでたら、うん、手以外はと腕を掴まれてビビってしまい、うん、その場は添い寝以外何もせず、うん、友達も帰ってこなかったので、うん、その場は二人とも帰りました、うん、しかも一緒に。何これ行けると思って行かなかっただけじゃん、うん、それ、うん、彼氏の話なんかしながらその翌日に意を決して彼氏と別れて俺と付き合ってほしいと告白したのですが、うん、ダメでした。行けると思ったのになと、まあその前日は行くべきだったのでしょう。その、翌月その子は別の男性と付き合い始めていました。何それ、うん、結構フラフラしてた時期のちょっとした隙間だったんだろうね、うん、何その話。何それだね。いや行けると思うわそれは、うんうんうん、あるよ ねそういうの、いいな、なんかねえ、ねえ、うん、ちょっとじゃあ、来週もう一回ちょっと言いますけど6月17日来週の金曜日ね、あのバナナマンのバナナムーンゴールド、はい、上半期、はい、バナナムーン大賞勝手に選ぶ女芸人ナンバーワン開催、はい、ということでハリセンボンの近藤春菜、うん、ゲストに呼んでですね、うん、お前すげえなっていろいろ言いたいと思います。あいつすごいからね、うん、はい、だから春菜に対して普通の質問とかいろいろ送ってきてほしいと。はい、はい、それと我々ライブ、バナナマンのですね夏毎年やっております単独ライブ、今年はエメラルドミュージックというタイトルでですね、はい、8月の4日から7日、はいはい、チケット発売は6月25日ということで、うん、発売しますので、はい、まだ全然作ってないですけどね。そうですね、これぜひぜひということでコントライブです。はい、お願いします。さあ日村さん、はい、もうね時間もなくなってきました。最後もう一曲やりますか。あ、やりましょう。じゃあ僕の方ユニットね、はい、今回かけてほしいやつ、はい、ブラックビスケッツ。あ、タイミング、さっきポケビだからね俺ね、クズ、あ、ムーンライト、クズすげえとこ出してくんな。さあどっちかかかってお別れです、はい、どっちでしょうか。あ、これタイミングだ、タイミング、イエーイ、なるほど、ポケビブラビ両方かかるということで、いいね、また来週です。バイバイ。